天保イブナヤカシキ氏は、ボンズ制作のテレビアニメ。毎日放送制作で、TBS 系列にて2006年10月7日と、中国放送は10月14日から2007年3月31日まで放送された。放送時間は18時から18時28分。1週間遅れの地域では17時30分から17時58分。MBS の6枠最後の4。 3SD 画質制作アニメでもある。制作会社が同じボーンズである背景もあり、鋼の錬金術師とスタッフやキャストも多くが共通している。MBS のレギュラー番組では初めて地上デジタル放送のデータ放送を番組連動式として配信していた。テレビシリーズ放送終了後には、その後実弾を描く OVA の制作が発表され、 伝法異文あやかしきしき曲のタイトルで、テレビシリーズの DVD 第6巻以降に、前後話が収録された。鑑みなど、劇中に登場する漢字の由来は、漢文学者、白川聖の説に基づく。企画の武田誠治は、このアニメを通じて、子供たちに、漢字の意味などを知ってほしいと、2006年12月19日付、産経新聞の文化欄で語っていた。また、 天保年間の時代背景や江戸の習俗といった要素を取り入れて史実に基づいた内容としていたが、その史実に基づいた江戸が時代劇などのイメージと異なって地味すぎたことや、江戸時代の売春宿とも言える遊郭を舞台にしたり、カニバリズムを想起させる、中毒性の強いあやかしエビスの肉を食べるという設定が児童層や若年層には受け入れられず、視聴率は低迷した。 本作は、それまで1年間放送したアニメや特撮が続いた、MBS の6枠作品としては、初のニクール終了となったが、大人アニメボリューム4掲載の相川昇のインタビューによると、元来番組は半年契約であり、その更新がされなかったということらしい。それに加え、放送終了の直接の原因は、視聴率ではないとも語っているが、 ニクールで終了した背景を語っている部分は重力と伏せられている。2007年3月には東京都の独立局である東京 MX の公式サイトの放送予定欄で本作の再放送を行う旨が告知され、同年4月から10月まで全25話が再放送された。こういった MBS-TBSK での本放送終了直後に、 東京 MX で再放送されるケースは、その後の MBS 制作作品、地球へ、や、ダーカーザンブラッククロの契約者マイナスなどでも、踏襲されている。あと番組は、機動戦士ガンダム WO を予定していたが、上記のようにニクールで終了しそれまでのつなぎ、番組として、地球へ、を放送することになった。これ以降、MBS 制作の全国ネットアニメでニクールを超えて、 放送された作品は、鋼の錬金術師、フルマトルアルケミストまで途絶えることになる。上記のように、日本国内では低迷していた本作であるが、終了後には海外への番組販売が行われ、アメリカやヨーロッパでは好成績を残している。時は、天保14年。マシューペリー帝督の黒船が来る10年前の江戸の町では、遺界から骨肉を持った獣。 あやかしエビスが出没し、人々を襲っていた。それに立ち向かうのは、晩社改め書と呼ばれる組織に属する、騎士と呼ばれるものであった。騎士騎士以外のもの五十音順化し字幕はなし。天保異分あやかし騎士騎士新曲のタイトルで、テレビシリーズから半年後が舞台。DVD 第六巻以降に、前後話が収録されている。ダンテの新曲がモチーフとなっている。 スクウェアエニックス発行、ヤングバンガンの2006年19号から2007年15号まで漫画版が連載されていた。作画担当はニナガーヤエコ。ありがとうございます。